けばよろしゅうございましょうか。あの出た作品と役名と、はいはい、だけか。トシさんは、はい、慣れてないね。トシさんは、はい、今回あの、フィルムでは、はい、どういう役柄をされてたんですか。まあ、お芝居でもやってたんですけど、はい、いつか桜通りでという作品 の、はいはい、あのその喫茶店のマスターの役をやりました。で、船長は。私はアブセンというゲイバーのままですね、マスターの役をさせていただいておりました。はあ、はい、役で所属って何。所属は、ああ私はあのスタッグパーティーショー東京です。私はスタッグパーティーショー大阪でございます。このムービーで、はいはい、あのオファーをもらった時って、はい、どんな感じでした。まあ、どうって言われてもいいんですけど。でも映像とかは、映像はね、僕初めてですよね。うん、だって今回 ほとんどの人が映像初めてなんじゃない、うんうん、みんなあの舞台とかお芝居が、うん、とりあえず、はい、非常に戸惑いましたね。おお、はい、そうなんだ。だからその、まあ、あの舞台でずっと連続じゃないですか、はい、だからそのフィルムってあのカットで同じところをやるじゃないですか、はい、でもカットカットだから逆に何だろう、失敗したらそこだけ。まあそうですね、確かにね、なんかすごく気が楽にやれた、はい、そうですね。最初戸惑いましたけど、うん、はい、まあでもオファーを受けてどうするかっていうと、うん、どうかな、なんか別に気楽に、うん、いや気楽に受けましたね、はいはいはい、出られた作品の、はい、まあ、テーマというか、はい、こんなんですみたいな。そうですね、教えてください。テーマはね、だからその、うん、まあ意外なほどというか、うん、結構 OK 早かったですよね。ね、だから、うん、やってみて、まあ、それで OK です。まあまあ脇役なのであれなんですけど、うん、なんかあそれでいいんだって思うので、おあまりこう深くこう掘り下げて考えない。なるほどね、はいはい、全体でこう流れでやってないので、うんうん、このシーンはこうで、はい OK です、あなんやこれでいいかみたいな感じだったので、うんうんうん、どっちかというと作業的な側面。ああ、分かる分かる分かる、はい、だからあんまりこうテーマを考えてないんですけど、今テーマを考えるとするならば、うんうん、どうなんでしょうね。ねえ、何でしょう、何でしょう、出てこない。僕もね、全然ちょっと時間経ってますから ね。だから僕もその、はい、作品の、はい、タイトルぐらいしか知らないので全く想像もつかない。だって見てないシーンもありますからね、他の役者さんでね。うん、あ、そうか、はい、そう、自分が出たとこだけだもん。はいはい、うん、何なんでしょうね。それはもうじゃあ見てのお楽しみということ。出られた本人がわからないようだったら。まあなんかほら24とかもそうじゃないですか、はあはあ、なんか先のことが別に知らされてはいないけれども、うんうん、まあ、その場その場の、まあ、ね、演技を自然にやってれば、うん、まあ、パズルみたいにはめ込んでみたら、まあ、結局ね、つながるのかな、つながるみたいな感じで、あ、まあ、その場でまあ、ね、うんうん、OK と言われてるので、うん、まあ、いいかなと。なるほど、深く考えてないです。意外と監督北村氏、はい、ダメだしそんななかったので。そうですね、出た方も直に追われてる部分があって、まあ、やっぱりでもあれですよね、うん、アップもあったりとかで、はいはい、舞台と違って、ね、アップ多い気がする。舞台と違って背中で演技をしなくちゃいけないとかね、はい、ね、見えない方の人に向けて演技をしなくちゃいけないとか考えなくていいとか、やっぱりバストアップ多いじゃないですか、うん、バストアップ多くて、うん、アップもあるので、はい、まあ、どっちかいうとこうナチュラルな演技で自然にやってもいいので、うんうんうん、そこはちょっといつもの舞台よりかは楽かなと思ったんですけど。一緒、はい、北村氏に、はいはい、そうですね、僕は正式に去年の秋からメンバーになったので、まあ、その前にゲストで出たりとか、だから付き合いはやっぱすごい浅いんですよ。で、ご存知の通り北村よりもかなり年上なので、なんかまあもちろん気使われてるのかなとかって、そりゃそうだよね。
一回りぐらい違うでしょうね。だからまあそれは全然いいんですよ。でもあんまり年齢気にするタイプじゃないような気しますけどね、うん、どっちかというと甘えさせてくれない年上のことをこの人は相手しないです。ああ僕もあのね、どうしても一番新人っていう意識がやっぱり一番強いので、あの他のメンバーは大先輩たちなんで、ね、新宿の顔でありながら、いやいや、もう全然スタマは一緒です。新人スタマはもうあの別物だと、もうそんな20年もやってるマスターっていう看板を背負ってるつもりはないので、でもあの今言ってたようにね、あのダメ出しを的確に、あのなんだろう、分かりやすく言ってもらえると助かるかな。僕もそんな演技経験も多くはないので、あの全然役に向けて頑張るので、指導ご鞭撻もっといただければありがたいです。よろしくお願いします。一人で桜を見上げるとき、君をそばに感じる。最後の願いが叶うのなら、君にたどり着ける。